いけるいける、それ合わせろ。今年5月東京で開かれた空道の世界大会。ブラジルです。青の道着、ブラジル代表選手と対戦した白い道着は、長岡市の道場に通う目黒優太さん30歳です。フェイスマスクとグローブを着用して、打撃に投げ技、さらには寝技も駆使して対戦する空道は、実戦を意識した武道として1981年に始まりました。4年に1回で誰でも出れるわけじゃないので、まず出るところから。まあ世界でこういうのは大事だね。世界大会の映像を目黒さんと振り返っていたのは、空道の精神を伝える大道塾の長岡支部長、遠藤卓さんです。目黒さんの長所は、屈伸した動きがそのまま実際の動きとしてできるところが強みです。先生にお願いします。長岡市の道場で10歳の頃から練習を積み重ねてきた目黒さん、練習に取り組む姿勢は20年前から変わらないといいます。それは技を実演して見せた時のこと。目黒さんは一人だけ立ち位置を移動して技の入り方を見つめていました。まあ、基本的な技が一番大事なので、見やすい場所に行かないと見えないんで、やっぱそこでなんか見えづらいところで見てももったいないなと思ってるんで、昔から見やすいところに移動してみてます。一つ一つの技の基本を大切にしながら、その技を組み合わせていく想像力が目黒さんの強みとなっています。もう一方のほら優勝候補も、勝って勢いになったから、ちょっとやばいなっていう感じはあったけどね。自分逆にもうなんか、ああ優勝するしかないのかなって思ったんですよね、本当に。今年5月に開かれた4年に一度の空道世界大会。白い道着の目黒さんは、身長と体重を足した体力指数で230以下の部門に出場し、決勝まで勝ち進みました。その世界大会決勝までの道のりを支えてくれたのは、目標としてきた父勝夫さんです。ただ強いだけだと、やっぱ人間的にも立派な武道家じゃないとやっぱいけないんで。スパーリング相手も務める勝夫さんは、長岡市栃尾地区に空道の教室を開き、息子の技と心を鍛えてきました。10年前に取材した時には、もちろんまだ世界大会を目指すような存在ではありませんでした。小学校、中学校は1回戦負けばっかで、負けたら泣いてました。それでも空道を続けたのは、そうですね、なんかまだ勝てんかったって言われるんで、ちょっと悔しくて、また練習して、また負けて、最近ようやく勝てるようになってました。空道を始めた頃から変わらず抱き続けてきた目標がありました。じゃあ大きめに行ってみて、世界大会優勝で。この日から努力を重ねながら、父と歩んで10年。世界大会の決勝は日本人対決。試合は白い道着の目黒さんが優勢に見えたものの、延長戦へ。まあ世界チャンピオンがかかってるわけだからね。それはプレッシャーあるさ。最後まで冷静に攻め続けて、クラス別で見事優勝をつかみ取りました。まあ、自分に才能があったらもっと早く強くなったと思います。最初から強いわけじゃないですので、努力によって強くなったっていうところが、いい面になると思います。自分のことのように嬉しい。ひたむきに努力積み重ねてここまで来たっていうところじゃないでしょうか。なんかチャンピオンが身近にいるっていう、非常に恵まれた環境にいるんで、これをうまく活用して上目指していきたいと思います。新潟市の電気関係の会社に勤める目黒さんは、仕事の後に週に3日ほど車で長岡市の道場へ向かい、稽古を行ってきました。そうですね、やっぱ仕事ですごい疲れてて、道場に着いたけど道場の前の駐車場で寝て、
そのまま練習終わった時間に起きちゃうみたいなのもありましたね。真剣な表情で仲間と稽古に打ち込みながらも時折笑顔を見せる目黒さん。あ、こんなことしてくるんだとか、あ、こんな技出してくるんだとか、まあ、自分の技が入った時も面白いですし、本来笑ったりすると危ないんですけど、ちょっとそういう場面もあるかもしれないです。いろんな技の出し合いというか、本当、あ、こんな技もあるのかっていうのもやっぱ全然今まで続けてきてまだまだあるので、本当に面白いと思いますね。世界大会での息子の初優勝を喜ぶ父勝雄さんもスパーリングで向き合うと、まあ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 、ちょうどいい運動になって最高ですね。はい、まあそうですね、ちょうどいい運動になって最高です。技を鍛えて磨く心、目標の先にも道は続きます。